どうも、すみません。セントライト記念出走部テントについて喋っていこうと思います。今週はローズステークスはメンバーシップ限定公開で、このセントライト記念に関しては無料公開がある予定です。時間がなければ無料公開はありません。で、無料バージョンの場合は、基本的に印や能力値が映ってなく、途中一瞬だけ映るような形になってます。まあ、それで、 硬いいいというわけけでではないんですけれども、まあ、ちょっとやっぱり人気馬を絡めると絞っていかなきゃいけないかなっていうところがあるのとこのコース自体ちょっとトリッキーなコースなのでそういったことを考えるとあんまり手広くいっても当たるかなとか回収率上がるかなというところに疑問があります。で コースに関してなんですが、この 2200m 外回りコースに関しては何度も何度も喋ってきたんですが内回りコースと比べて逃げ先行馬、内目、から器用にに立ちち回るがが有利ななりがちなコースです。もちろん馬場状態によっては馬場が荒れてきたりとかいろいろそういうような状態によっては外からの追い込みとかそういうのも決まりやすくはなるコースではあるんですが。 基本的には馬場状態が極端に追い込み有利じゃない限り逃げ先行馬に引っ張れるような能力がある馬もしくはジョッキーがいた場合だと逃げ先行もしくは直後でそこを目標に器用に立ち回れる馬が有利になりがちなコースということですね。まあそれはコーナーが緩やかなんでその分ダラっと競馬がな,なだれ込むような感じに近くになることが多くて内回りコースだともうちょっと。 あのー、このコーナーがきつくなってるような感じで結構意外と皐月賞なんかも厳しい差し追い込みも聞くことがあるようなレースになるんですがまあこの外回りコースに関してはちょっとおかしな競馬になることも過去何度もあったそういったようなコースです。ただ、まあ、名前ままでではげずに後喋りますけれれども逃げ先行馬が今回強くないということとそれととうこそ 有力馬も後ろから今まで競馬してたんだけれども今回も後ろから競馬するとは限らないんですよねその辺については喋っていきますそれでは右の方から一頭ずついきますアーバンシックアーバンシックはまあダービーは競馬にならなかったですねまあ勝ったダノンデサイルについて文句はないんですがあの馬も力はあるんですがただダノンデサイルに有利になりすぎた 前目打ち目から抜け出しただけのスカスカの競馬になったっていうのが今年のダービーでつまんないレースになりましたねでアーバンシックは基本的には追い込みが効かないと厳しいちょっと不器用な大飛びなタイプずぶくて加速に時間がかかるっていうようなところで全く競馬に参加できなかったっていうような形にはなりました皐月賞に関してはまあ横山武志も下手じゃないですし 平均点の基乗はできるんですがプラスアルファを埋めるわけでもないですし、まあ、はまりきらなかったようなところもあったかなと思いますんで、まあ、例えば外国人ジ除キが乗って言ったらもっと際どい競馬になってたかなっていうところアーバンシック自体右回り左回り特に大きな違いはなくてその中でやっぱ展開に左右されるコースかどうかっていうところが響いてくるっていうようなイメージですね。 で今回この 2200m 外回りコースってなかなか前が止まらないことが多いコースなのでこういうずぶさがあったり加速に時間がかかるアーバンシックだとちょっと不安なんですよねただ内枠を引いたということとルメール騎手なんでルメール騎手って以前からですね今まで後ろからしか競馬してなかった馬を出すことあるんですよね、まあ、それはハーツクライとか ウォッカなんかでもそうなんですがびっくりするような出し方してそこで折り合いつけてためも聞かせてっていう風に普通にやっちゃうようなジョッキーでもあるのでまあ今回ダッシュがつかなくて後方になるとかもありえるとは思うんですが、まあ、それでもまあルメルキシュでどうにもならなかったらしょうがないやと思うしかないというか他になんかにもっと魅力のある馬とかジョッキーとのコンビがあるような馬がいないんですよね。 そうう考えたら、っていうといころはありますタガノデュードタガノデュードは逃げる可能性がある馬の一頭なんですけれどもまあ確かに逃げ先行は有利なコースではあるんですけれどもどうなんですかねちょっとさすがにあまり持つイメージが湧かないというかタガノデュード自体って ちょっとその足の使い方間違うと使える足が短くなるようなところもあったりするんで、理想としては多分一頭行かせてばらけた二番手あたりからついてってすっと一足だけっていうような形が理想なんじゃないかなと思うところありますね。エコロレイズ、エコロレイズは春のトライアルなんかでも構想してましたし、ちょっと四コーナーから直線の入り口で加速に時間がかかるそういうズブさ。 不器用さががあるるんんんんでですすなだだかんだ言っててジジリジリ伸びてくるんですよねただ切れる足がないんでもうとにかく他が自滅して止まってくれれば突っ込んでくるっていうような感じでまあ打ち目の枠引きましたしうまくいって他が止まってくれれば掲示板以上あるかなっていうようなルカランフィーストルカランフィーストもちょっと。 不器用で加速に時間がかかるってううようなタイプななんですよねなので4コーナー前後その辺をどうカバーできるかなんですけれどもただ加速しだすと結構前の書き込みなんかもいいですしぐい,いぐい伸びてきて、まあ、さっきのエコロレイズよりかはいい足を使ったりもしますしまあ横山武敷もその辺分かってなんか後ろで貯めれるだけためて。 手を外から追い込んだレースもありましたしたレースによってはうちの方からロス少なくしてみようといろいろと試みてるんでだいたいこの感じで乗ったらこういうようなレースになるっていうのはイメージはついてると思いますね。まあそれで少しは成長してるような雰囲気が追い切りでもありましたし。 まあこういうタイプは追い込みがはまればっていうところあのちょっと逃げ線工馬が強くなさそうなのでこの前残りが多いコースでもはまる可能性はあるっちゃあるのでやっぱり横山武四季州今年まあ去年あたりからですね待つことをテーマにしてますのでその待ちがはまるかどうかっていうところですねサルベージュワークサルベージュワークは逃げる可能性がある馬の一頭なんですがまあ左回りのコースとかは結構 直線ががが長いいイメーーージああってあんままりコーナーから絡まれることが少ないそれに対して右回りだとコーナーから突かれたりプレッシャーかけられることが多いのでプレッシャーかけられながら逃げて直線も突き放すっていうのはそこまでの能力はないと思いますしあんまり反応のいいタイプでもスピードもそんなにあるわけではないのでどうかですね逃げれるかどうかもちょっとわからないところがありますね。エコロバルツエココロロババルルツツは アサヒアヒューティリティステークスで武豊騎手が後方で死んだふりで外から追い込むっていう完璧にドハマりの騎乗をしたわけですよね。でそのレースはハマったから全然いい足も切れる足もないし強くないよっていうふうに僕そのレースの後か結果分析しましたっけしてないかもしれないんですが、まあ、とにかくその後エコロバルツについてはそれ言ってて。でやっぱり その後の後レースイマイチですよ、ね、まあただ左回りだと基本ほぼはまらないレースが多いんですが右回りだとコーナーから他の馬たちが,足,が使足使ってくれたらはまる可能性がある全然弱くて全然伸びてこないっていうようなタイプでもないので後ろで腹くくって貯めてそれで直線勝負っていうような形だったらそれなりにはじりじりと伸びてくる足もありますし。 距離は長いんですがまあ他の馬たちも別に合う距離でもないのでそういうハマり方ありえるかなというのと岩田康成九州甲府町の波が激しいんですが今週に関しては調子は比較的良さそうな感じはあるのでその辺のハマり方は可能性としてあると思います。ログラールログラールはですね、まあ、全体的に体の使い方がコロンとしているというかですね、まああままり センスのいい動きができないところがあるんで、その分勝負どころで置かれちゃったりだとか、そういうような傾向にありますね。まあ、ただ、まだ馬場状態いいですし、まあ、中段もしくはもうちょっと後ろ辺りから徐々にっていうような形だと、追い込みは北村勇一騎氏、それなりに乗れる状況でもありますし、まあ、この馬に関しても、他が止まってくれた場合だと、ジリジリと自分の足を使ってくる可能性はあるかなと思いますね。コスモキランダ。 コスモキュランダはディープインパクト記念弥生賞の時でしたっけ人気がない時にアナウン推奨して対抗ぐらいでしたっけあの本命だったか対抗だったか忘れたんですがそれぐらいの評価しててで人気のない時にいいけばして勝ったかなんかしましたよねでその時評価してたのは 例えば後方から置かれたとしても直線伸びてくる勝負根性があったりあとは叩き合いになって並ぶと勝負根性を発揮するっていう癖馬なんだけれども肩にはまると怖いいっててううよよな評価してたんですよねそれでその点に関しては3歳秋になったから成長してるかというとあんま変わんないんですよねもう癖馬っていうのは大体ずっと癖馬なんで。 なので今回も乗り方間違ったり自滅する可能性がありますしこのデムロ機種っていうのはよく余計なタイミングで早めに動いちゃってなし崩しに足使って自滅っていうのはありますよねまあそういうのはありえるんですがただこのコスモキランデ自体ここに入ると能力上位になりますし多少雑に乗っても走ってくる可能性もあるのとあと例えば4コーナーの回り方が悪くて。 ちょっとロスが大きくてて置かれてみたいな感じになったとしても差し返すような時もありえるタイプなので左回りだとちょっと割引必要なんですが右回りだとなんかやっぱりあのデムロ力視でも消しきれないというか馬がなんかクセ馬の怖さっていうところそして能力仕上がりに関してもそれなりっていうところもあるのであそこカむオわは。 アスクカム・オン・モアは、まあ、馬体とか見てたら全然大したことなくてスピードとか瞬発力も大したことなさそうに見えるんですが競馬に行くと意外とハマった時には直線突き放す足なんか素晴らしいですよねなので競馬に行っていいとこありますよねまあ厩舎がいいっていうのもあるので多分いい形で出走できるんじゃないかなと思いますねただ先行抜け出しとか 楽な形でで競馬ししてましたんでそれと比べてポジションが悪くなってロスが大きくなると同じような足は使えない可能性はあるんですが極端に後ろとかで追い込んだりなんかした場合だといい足を使う可能性もありますし前目でばらけて流れに乗るかま,まあ機種がいいのでちょっとその何と言うか一発の怖さっていうのはあるんですがただやっぱ 馬体から限界は感じてはいるのでやっぱそのアバンシックとかその辺の馬たちと能力が互角かというと全然やっぱ1枚2枚2、ね、山にアドホック山アドホックはですね比較的内目とか馬群から立ち回りやすい馬でこういう外回り 2,200m の条件が合うような。 タイプで,はあるのでまあつむら騎手も当たりが柔らかくて立ち回りもうまいジョッキーなので、まあ、この条件でこそっていうふうに狙いたくなるところはあるんですがただやっぱ能力差がちょっと大きいですよねしかも逃げ先攻馬が引っ張れない場合ちょっと入れ替わりの激しい展開になる可能性もあるのでそういった入れ替わりのある中で最後の足パンチもしっかりと刺すとなると。 どうなのかなっていうところがあってまあ本当にいいところで流れに乗って器用さ厚村騎士の立ち回りのうまさがはまった場合だといいんですけれどもっていうところですねあんまり長く足も使える感じではなくいい足は一足っていうような感じですしパンジャーパンジャは結構北海道の下級条件でいい競馬してたんですよね。 でこのままのいいところは長く足が使えるっていうところで後半しぶとくじりじり伸びますし並んでもとといところがありますただちょっとその前半行けなかったりだとか不器用さ加速に時間がかかるずぶさんみたいなところがあるので、まあ、前走武豊騎手ちょっと仕掛けが遅くてですね足を増しちゃったようなところもありますね。で まあ底力に関しては真ん中より上かなっていうようなところはここでもあるんですがただ軽い芝に変わるので少しとなるとさ,さらにこのコースだとあんまり極端な追い込み不器用タイプっていうのははまりにくい傾向にあるのでっていうところとパンジャー自体が少し馬がしぼんできたような感じもあるかなと思います。ススティンガーグラス スティンガーグラスは貯めてこそのタイプで足をためるだけためて直線スパンと足を使いたいタイプ軽いイメージですねなのでロングスパート気味のタフな競馬はあんまり合わないかなというところですで前走バグンで足貯めてしっかりと次につながるような素足生かす競馬してますのでまあどっからでも前に壁作ってためさえ聞けばっていうような形にはなっていると思います まあただ、外枠引いたということと、それと入れ替わりが激しいとき、そういったときには、一足使って、もう一足ゴール前であるかというと、そういうようなイメージはあんま湧かないので、うまくごまかして、最後にいい足を使えたりなんかすればっていうところだと思いますね。アスコハッピーモア。アスコハッピーモアは、まあ、基本的にはダートの方がいいかなと思うんですが、まあ、まだ、ババいいですし、 飛びの大きいな形で動きが大きくてちょっと不器用な感じにはなるかもしれないんですがまあ田辺騎手ならなんとか走らす可能性はあるかなとは思うんですけれども単語バイラリン単語バイラリンはダートを使われてたんですが芝に転向してそれで芝でも結構走ってますね。ってます知る知るまあただやっぱり多少 ズルさがあるというか加速に時間がかかるところはあるので、まあ、すんなりとしたポジションを取ればそこまで不器用ではないんですけれども、まあ、このメンバーでそんなにいいポジションを取れるかということを外枠を引いてしまっているので、まあ、どっかばらけたところでスムーズに競馬できればいいところあるかなと思いますし長く足が使えるしぶといタイプでもありますので底力勝負とかでうまくはまった時には。 上位に食い込んでくる可能性はあるかなと思いますねまあ、とにかくためを効かせて長く癒しを使うえるところを活かせるかですね以上です失礼します